ジャニーズグループセクシーゾーンの菊池風磨く28が金 G&Prince キンプリのファンから猛反発を食らっている。騒動になっているのが5日に公開された YouTube チャンネルジャニのチャンネルの新生活、入学、進学、新社会人の皆様おめでとうの日と題した動画だ。同チャンネルには嵐の二宮和也、菊池のほか、キャット、ツンの中、丸裕一、ヘイ、セイ、ジャンプの山田涼介が出演している。今回菊池が運転する車に他の3人が同乗して、様々なトークに花を咲かせた。その中で菊池はミュージシャンだが世界を目指すという時、米国を前提にしていることに疑問を呈する場面があった。菊池は世界、世界と言うけどお前らの言うよ世界って結局アメリカじゃねえかって思うんですよ。ドアーティストもドのバンドもと強調。それよりもアジアにリーチしたい、中国版ツイッターのウェーブアをやりたいなどと、もっとアジアに目を向けるべきとの持論を展開した。ところがこれに敏感に反応したのがキンプリファンだ。来月22日に平野紫耀らがグループから脱退し事務所を退所するが、その大きな理由の一つが海外進出だったからだ。ある芸能関係者は、菊池の発言は特定の人物に向けられたものではありませんが、平野を暗に腐していると受け止めるキンプリファンは少なくありません。SNS では、あの発言は許せない、後輩が辞めるっていうのにこれ、はないよな、と菊池を非難する声が溢れていますと指摘する。元も平野らの退所が迫っているため、ファンがナーバスになっている側面はあるだろう。グループに残る永瀬廉と高橋海人は仕事がどんどん決まる一方で、平野ら辞めるメンバーの露出はどんどん減少しています。当たり前といえば当たり前なんですが、ファンはピリついているんですよ。どう割れるのも仕方がないのかもしれない。